皆さん今日は急に秋らしく涼しくなった良い健康に恵まれたと思いますが、遠路はるばるの方もいらっしゃいます。おいでいただきましてありがとうございました。政議会本部から会長から役員の方、それから浦安市近県シルド連盟からも先生方ご参加いただいて、大変私どもも勉強になりました。今後も、通常の勉強といいますかの成果を、評価していただけるように稽古に邁進してまいりたいと思います。皆様方のご健康をお祈りを申し上げまして、これにて本日のミニ発表会を閉会とさせていただきます。ありがとうございました。人権支部同連盟理事長森瑞風理事長、よろしくお願いします。浦安市人権支部同連盟からは一言お礼を申し上げたいと思います。皆さんご案内のように、このミニ発表会は選任会のミニ発表会である同時に、浦安市人権支部同連盟の浦安地区民発表会でもあります。この発表会は、地区長の緻密な、計画と、それから、なんといっても、講師の先生方、上田先生はじめ講師の先生のご指導、それから、堀江、東大島の教諭長のご協力のもとに、そして、やはり皆さんの現役をされた方の、はつらつとした、人間によりまして素晴らしい発表会になりました。心から御礼申し上げます。また鴨ヶ谷の方面からおいでになった選任会会長の松本先生をはじめ4名の方、素晴らしい模範任用をしていただきまして、この発表会に花を添えていただきました。心から御礼申し上げます。そしてまた今日はですね、東大島教授にお会いになったお二人の新人の方、小川さん、佐藤さん、大変緊張されたと思いますが、自信を持ってお会いになった、非常に頼もしく感じました。ありがとうございました。そして来月はですね、10月の21日に、浦安市人権支部同連盟の第74回発表会があります。ここの皆さん、多くの方がもしご参加されると思いますけれども、今日のように素晴らしい現役発表されるように期待をしております。このところ特に発表会のシーズンです。皆さん大変お忙しくてお疲れだと思いますが、一段と盛り上げていただきまして素晴らしい発表会になるように心から期待をしております。今日本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。終了いたしました。講評をいただきたいと思います。政議会会長松本雄学先生、お願いします。皆さん今日一日ご苦労様でございました。フランスの議員の方も非常に素晴らしいですけども、どうもお越しになった見学の皆さんも本当に熱心に見ていただいてありがとうございました。私ちょっと 2,3 時間じゃ鼻が風邪ひきまして、議員はどうかなと思ったので、今日精一杯やりましたけども、皆さんの、議員に引きずられまして、最後まで私も続けていました。これからですね、秋、涼しくなりました。本当にいい天気になります。市議にはもってこいの季節かもわかりません。さあ、焼き物が美味しい季節と同じようですね、いい季節になりました。これを機会にですね、皆さんこの秋も市議に検査にしていただきまして、立派な選議会の浦安市議でありますようによろしくお願いします。ありがとうございます。